歌手の和田アキ子、奈々さんが15日、パーソナリティを務める日本放送、ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減2000回、土曜前 11:00 に生出演。12日に死去したタレントの RYUCHELL、ルーチエル、本名ヒカルージ、ヒガ、ルージ、327、を追悼した。訃報を受け、RYUCHELL さんと昨年8月に離婚した元夫人でタレントの PECO、ゲコ、が13日、自身の SNS を更新、全く現実とは思えませんでした、と心境を明かした。また RYUCHELL さんから、一生かけても足りないくらいのたくさんの愛をもらいました、とし、今も、そして息子が大きくなった時も、胸を張って、あなたを一番にとし、ている最高のダダだよ、と息子に伝え続けます、などと綴った、和田は、もう言葉がないですね、27歳、とコメント、RYUCHELL さんにはご冥福をお祈りしますけど、残されたものとして、なんか騒ぎ立てるっていうのは変ですけど、いろんな理由があってこういう結果になったんですけれども、PECO ちゃんとお子さんはやっぱりそっとしてあげることも大事、一番辛さを分かってらっしゃると思うんで、と続けた。残念な結果ですけど、私たちはもうご冥福をお祈りするしかできないんで、もう本当にそっとしておいてあげるのが一番だと思いますね、と淡々と話した。ネットの声、飲食業界で仕事してますが、芸能人の誹謗中傷に限らずぶ、ルメサイトの口コミも何とかしていただきたい。やはり大半の人はマナーを守って利用をされてますが、一部誹謗中傷、営業妨害レベルの方が一定数います。正直嫌なら見ない、行かないをすればいいだけの話なのに、しっかり傷跡残して楽しんでるよね。しかもそういう人に限ってリピーターになったりもしてるし、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。